ここから大発見、ここから大革新、ドアの向こうは世界を変える研究室。本日の研究テーマは地域防災の意識改革、現場から。いつ襲ってくるかわからない災害。私たちがその災害をより安全に迎えられるよう、災害に強い地域づくりを支援していきたいと思っています。そこで講演会や地域セミナー、ワークショップなどを通じて防災意識の重要性を伝えている青木先生。幸いなことに石川県はこれまで大きな災害が少ない地域でした。ですので、まずは住民の皆さんに防災に対する意識の低さや防災の必要性について理解してもらうのが第一歩だと思っています。その上で、地震や津波など災害の現れ方は場所によって異なりますので、ハザードマップを用いて具体的にそれぞれの地域がどのような災害にどのような備え方をしなければならないのか、住民の皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っています。自分の住んでいる地域に合った災害対策をすることが重要なんですね。はい、ただ住んでいるところだけでなく、通学路や通勤の経路などにも目を向けることが重要です。以前、保育園の保護者にアンケート調査をしたことがあるのですが、自分の地域のことは分かっていても子どもの預け先のリスクについて把握していない保護者が多かったという結果が出ています。また白山市のように広域合併をした自治体では行政からの情報発信が画一的になる傾向があります。ですので、それぞれのお住まいの地域の災害リスクに合わせた準備を進めていくことが重要になってきています。今後青木先生が目指しているものとは。防災に関する講演会やワークショップを行った地域と行っていない地域では防災に対する意識が大きく異なっています。ですので、講演会やワークショップを行い、そこでの問題点を再び研究にフィードバックするという形で、災害が起きた時により多くの方が生き残れる、そのような社会を構築できるよう研究活動を続けていきたいというふうに思っています。では最後に先生の研究ポリシーを聞かせてください。自然を敬い、正しく恐れる。金沢大学は世界をリードする先進的独創的な研究に取り組み、多様な分野で最先端の研究を進める異分野融合を推進することで、革新的な研究成果を生み出す世界に輝く研究大学を目指しています。イノベーションはここから始まる。